皆さんこんにちは。日本中央競馬会 JRA の角田大河騎手、そんな角田大河騎手が先日騎乗停止処分中に亡くなったことで話題となっています。今回は角田大河騎手の早すぎる逝去の真相や JRA 関係者からのコメントなどについて紹介していきます。8月10日 JRA は角田大河騎手が亡くなったことを発表しました。角田大河騎手は1日函館競馬場に自動車で乗り込み、この行動は JRA 警備員に目撃され、写真にも収められたといいます。芝コースの一部を破損させたとして2日の午前10時から函館競馬場で JRA からの事情聴取を受けていたそうです。 JRA によると反省している様子で、聴取にも素直に応じていたといいます。そして角田大河騎手が最後に元気な姿を見せたのは翌2日の早朝、普段通りに調教に騎乗したといいます。その後 JRA は午前10時から函館競馬場で約15分ほど撮影した画像などをもとに事情聴取を行ったところ、本人は深く反省している様子で聴取にも素直に応じ、その行動を認めました。ただ飲酒については否定していました。そして処分を決める裁定委員会に送付される旨を本人に通知したそうですが、連絡が取れなくなっていたといい、師匠である石橋守調教師に旨を伝え、了承を得た上で3日からの騎乗停止処分などの制裁を午後4時に発表し、その内容は重大な非行行為にあたることを理由に3日の競馬開催から裁定委員会の決定が下されるまで無期限に近い騎乗停止という重い処分でした。現在函館競馬場はレースが開催されていないものの、調教では使用されており、自動車で神聖な芝コースに乗り込むというのは前代未聞の非行行為、競馬に関わるものとしてあるまじき行為でもあることから、関係者からも厳しい声が上がり、 SNS 上では一部のファンから永久追放、免許を返上して一からやり直せといったバッシングを浴びていたといいます。JRA は9日夜に角田大河騎手の家族から死去の報告を受けたため、この日の発表となったと説明していました。裁定委員会を開くかは現時点では保留、喪章をつけての騎乗や競馬場での献花台の設置、 JRA としての葬儀を行うかに関しては予定していないといいます。そんな角田大河騎手は JRA の G1 で10勝を挙げた元騎手の角田浩一調教師を父に持ち、兄大和さんも騎手という競馬一家に育ちました。2022年3月に石橋守厩舎所属でデビューし、初騎乗から1、2レースをいきなり連勝と存在感を示すと、1、2年目は共に36勝をマークしました。2年目の2023年3月には毎日杯のシーズンリッチで重賞初勝利、ここまで JRA 通算90勝、昨年3月の毎日杯ではシーズンリッチで JRA 重賞初制覇を果たし、今年もすでに18勝を挙げると飛躍を競うとレベルの高い北海道シリーズに参戦していました。そんな将来が期待されるホープのあまりにも早すぎる逝去にメディアや競馬関係者の間に衝撃が広がり、スポーツ紙記者は本人は1日にあった同心花火大会の見物のために侵入したと話していたそうです。同席者もいたようですが、2日には本人で間違いがないかどうかビデオを立ち会いのもと確認したようです。角田騎手は素直に認めたため、正式な処分が決まるまで騎乗停止となっていました。しかし自動車で競馬場に乗り込むという行為は前代未聞のことだけに、騎手免許の停止ではなく取り消しまであると伝えられたそうですと説明していました。また角田大河騎手は昨年5月にも他の若手騎手らと共に開催費における通信機器スマートフォンの不適切使用に対する制裁で30日間開催10日間の騎乗停止処分を受けていました。また JRA 関係者は角田騎手は昨年5月にも他の若手騎手らと共に昨年も開催費における通信機器スマートフォンの使用禁止区域で不適切使用していたところを発見され、30日間の騎乗停止処分を受けました。 JRA では当日に飲酒運転をしていた可能性も指摘されていて、
もしもそれが事実なら、かなり重い処分にせざるを得ないという判断でした、と明かしていました。さらに、その後の角田大河騎手の動向について、デイリー新潮は8月7日、電車と接触事故を起こしたのではないか、という情報が関係者の間で流れていると報じており、JRA は同氏の取材に対し、承知しておりません。確かに、そのような情報が関係者の間に出回っていたのは事実です。いずれにせよ、角田騎手は自動車での乗り込み事件について事情聴取を受けた後、事の重大さに気がついたのが一人では立てないほどの落ち込みようだったそうです。多くの関係者は同事件を反省した上で、まだまだ活躍してほしい願っていたので、本当に残念ですし無念ですと回答し、今回の訃報にあたり、亡くなった場所などの詳細については遺族の意向により差し控えられている様子でした。他にも角田大河騎手の死去を受け、競馬関係者から悲痛な声が溢れている中、元日本調教師会会長で東スポ競馬評論家の中村仁氏も、若いジョッキーの命が失われてしまったことは競馬界にとって大きな損失、デビュー当初からキラリと光る騎乗を見せていたし、今後の JRA を盛り上げる貴重な人材だった、彼が先日やってしまった不祥事は非常識なことだったけど、例えば函館競馬場を爆破するとか人を殺すという重大な刑事罰になるような事件ではなかった。競馬界に与えた影響、前代未聞の行為からしておそらく騎乗停止は半年近くにはなっていただろうけど、生きていればそこから立ち直ってまたウィナーズサークルで笑顔を見せて立っていたはず。何より突然大事な息子さんを失ってしまった親御さんの角田調教師夫婦が気の毒でならないと今回の訃報に言及していました。そして日本騎手クラブ会長の武豊騎手は、突然の出来事に心の整理はついておらず悲しい気持ちでいっぱいですが、みんなで前を向いて歩んでいきたいと思いますとコメント。父の光一調教師も、タイガーは多くの皆様に支えられ応援していただきました。幼い頃からの夢を叶え騎手人生をスタートしたばかりであり、残念で仕方ありません。悲しみは言えませんが、今後も家族で力を合わせてまいりますと気丈にコメントを発表していました。また JRA の吉田正義理事長も、角田大河騎手はデビュー当初から活躍を続けていた、将来を嘱望される騎手の一人でした、今後の活躍も期待されたところであり残念でなりません、ご家族様に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたしますと追悼の意を表していました。いかがでしたでしょうか。今回は角田大河騎手の早すぎる逝去の真相や JRA 関係者からのコメントなどについて紹介していきました。生前大活躍を遂げた角田大河騎手とその家族に心よりご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。